皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は諏訪高島藩の歴史のうち、二の丸騒動とその後の藩政の再建について紹介していくわ。よろしくお願いするぜ。それじゃあ早速、スタートするわよ。前回は確か、藩政がだんだん藩主の手から離れていって、文芸に傾倒する文人藩士たちが出てきたんだっけ。それはつまり、藩主が関与しなくても、藩政が安定する体制ができていたってことでもあるわね。しかし藩政が安定し、四大忠虎、五大忠時と藩主が政治をよそに文芸にふけっている間に、初期の新田開発や湖岸の干拓などによる石高の増加も頭打ちとなり、また江戸時代中期からの商品経済の浸透によって、新しく社会の発展に伴う問題に対する施策を必要とする状態となっていたわ。そして分家から入った五大藩主、忠時は、藩政への意欲も発言力もなく、しかも後藩政は病気がちで、32年の藩主在任期間のうち、藩政に関与したのは数回しかないという状態であり、政治は全く過労任せであったようね。そして忠時の後、宝暦13年、1763年、に就崩した六代、忠篤もまた病弱で、藩政を見ることがほとんどないありさまであったわ。この忠篤の時に、血の気、諏訪図書家の両家老家の勢力争いに藩主の軽視問題が絡んで、諏訪藩史上唯一の波乱と言われる二の丸騒動が起こったのよ。そういえば前回の最後にそんな話があったな。藩主が政治に関与しないなら、藩の最高権力者は過労なわけだから、実質諏訪藩は二党政治でやってたようなもんか。本来藩主の元にあって政務を総括する過労は、共に1200石の地領を持つ地の、諏訪図書領家が務めていたわ。血の氏は鎌倉時代からの諏訪氏の有力な家臣で、戦国時代末期に諏訪頼忠を助けて丘陵回復に活躍した血の頼房の一族であり、諏訪図書家は、初代藩主、頼水の弟で新田開発などで功を立てた頼勝の子孫であるわね。血の氏は三の丸に屋敷を持ったので三の丸家と呼ばれ、図書家は二の丸に屋敷を持ったので二の丸家と呼ばれていたのよ。両者の勢力は、一方の当主が幼少であったり病弱であった時にはもう片方が発言力を伸ばすという状態で拮抗していたのだけれど、藩主が政治から離れるようになると藩内でそれぞれが派閥を形成していき、だんだんと対立も大きくなっていたようね。絵に描いたような派閥争いだけど、一応藩政は安定してたんだろ？ことの始まりは、忠時が宝暦13年に隠居した後、病弱な忠篤の後見を務めた血の兵庫定助が上席家老となっていたけど、明和7年、1770年に忠時が病没すると、二の丸家が勢力を盛り返そうとしたわ。当時二の丸家では当主の諏訪図書頼秀が病弱で、嫡子の諏訪大輔頼康が父の職務を代行しており、若いながらも血の兵庫と交互に国家老と江戸家老を務めていたわね。そして諏訪大輔頼康は藩主の忠篤が江戸での生活に馴染んでいて、藩政や国元の事情をよくわかっていないことを利用して、忠篤の信頼を得ている江戸詰めの用人、渡辺助左衛門と結託して、血の兵庫を追い落とそうと画策したのよ。じゃあこの諏訪大輔が、騒動の元凶なわけだな。正直、この二の丸騒動の詳細については交換でいろいろと脚色されたようで、どこまでが真実かよくわからないわね。一般に伝わるところによると、明和元年、1764年、に血の兵庫が犯罪性改善のために倹約大元締めとなったのだけれど、兵庫は取り次ぎ役の旗の左膳や賄い役の上田右左衛門らと共謀して、百姓や町人に種々の回帰や運上を命じて領民を苦しめていると、当時26歳で軍部領であった諏訪大輔が、江戸の忠篤に訴えたのよ。このために血の兵庫以下の関係者は叱責され、百姓や町人は大いに喜び、大輔は軍中正室に相なり僧侶儀誠にもって忠義の至り、と評され、安永元年1772年、250石の加増を受け、血の兵庫を差し置いて上席家老となっているわね。34歳で、実質的な藩のトップになったんだな。この頃からおよそ8年間にわたって、諏訪大輔の専制が始まったわ。当時、江戸では田沼意次が専売政策を取ったり、特定の商人に特権を与えて運上を貸したりしていた時期であるけど、諏訪大輔の政策もこれと似た一面を持っていたというわ。彼は総建地を実施して土地台帳の修正を行ったり、民間の運輸用である中馬に運上を貸したり、積極的な水利開発のための調査をするなど、新しい財源を充実させる政策を行っていたのだけれど、
これと並行して賄賂も公然と受け取って私腹を肥やしていたのよ。例えば、検知の際に賄賂を受け取って村の物なり高を低く見積もったり、城下の増種業者3名から賄賂を受け取って、財宝にこれ以上酒造許可を出さないようにしていたわ。さらに倹約の最中に歌舞伎や狂言を興行したり、また自邸の庭に茶屋を設けて、そこに美しい女性を呼び入れランチ期騒ぎを行っている、などといった噂までも流れるようになったというわね。そういえばどこまでが正しいかわからないって言ったけど、田沼意次の方もいろいろな噂があったんだっけ。そしてこのような中の安永8年、1779年、3月に、自責家老となっていた千野兵庫が江戸屋敷に出府することになり、ただ厚に諏訪大輔の行いを訴えたため、同年6月に大輔は退職、治療不治か試し上げ、謹慎を命じられ、関係者一同もそれぞれ罪の軽重により処分されたのよ。諏訪大輔の春も長くは続かなかったわけだ。でもこれだけだと、まだお家騒動っていうほど大きな出来事じゃないよな。一方で諏訪大輔に代わった千野兵庫の政治は倹約を引き締め、風紀を厳しく取り締まったので、諏訪大輔の頃を惜しんだ人もいたというわ。白川の清木仁王も住みかねて、ってやつだな。こうした空気の中で、諏訪大輔は仲間の上田総務、近藤主馬らと隕石関係にある江戸勤めの渡辺助左衛門に渡りをつけ、藩主の軽視問題に介入することによって、立場を回復しようと企てたのよ。軽視問題か、確かにだんだんことが大きくなってきたな。後継ぎについて、江戸屋敷にいる忠厚の正室は備後福山藩の阿部正義の娘であったけど二人は子供に恵まれず、忠厚の息子には側室の諏訪木村氏の娘から生まれた軍次郎と、江戸近郊の豪農である北川氏の娘から生まれた角蔵がいたわ。軍次郎は実子のない正妻に養育され、家督を継ぐことを期待され、事実上の嫡男として扱われていたようね。しかし、忠厚は北川氏の娘を寵愛していたので角蔵に目をかけ、軍次郎の嫡子届を出しては、という福山藩主で義理の甥にあたる阿部正友の勧めにも応じかねていたのよ。これに目をつけたのが渡辺助左衛門で、彼は角蔵を嫡子にして忠厚の意を叶えようと企て、豪農である北川氏に資金面での協力を取り付けて、軍次郎は不幸者で嫡子とするにふさわしくない、という噂を広め、さらに子供に恵まれないことを理由に、軍次郎の味方で嫡母でもある正室と離縁させる計画を進めたのよ。嫡母っていうのは時代によって少し意味が変わるけど、側室の子から見て父親の正妻のことだったな。正室に子供がいない場合は、軍次郎みたいに側室から生まれた長男が正室に養育されることがあったんだっけ。有名なところだと織田信長の嫡子だった織田信忠もそうなんだぜ。一方で、この活動に江戸詰めの林平内左衛門という人物はこれらの不穏な事情を国元の千野兵庫に連絡し、兵庫は出府して嫡子の件について忠厚に意見を陳情しようとしたけど、助左衛門の讒言にあって失敗し、むしろ不況を買って帰国謹慎を命じられたわ。さらに諏訪に帰った兵庫は隠居、押し込みを仰せつけられ、千野氏の家督は7歳の息子である源太に譲らされたのよ。そして千野兵庫の帰国と時を同じくして諏訪大輔が出府を命じられ、助左衛門から千年の咎めは兵庫の讒言であった、と弁明を受けて、再禁を命じられているわね。立場がコロコロ変わるな。こうして再び大輔の先生が始まったけど、謹慎中の兵庫は密かに脱出して江戸に向かったわ。江戸に着いた兵庫は、当時総社番をしていた忠厚の妹婿である松平憲貞の神屋敷に駆け込んで事情を話し、援助を頼んだのよ。憲貞はこれを受けて再三にわたって忠厚と交渉し、また旗本である諏訪氏の分家にも働きかけて圧力をかけ、軍次郎の嫡子願いを出すように説得したので、当初は渋っていた忠厚もついに承諾したわ。これによって諏訪大輔と渡辺助左衛門の目論みは失敗し、二人はすでに江戸を出ていたけど、諏訪に到着すると取り押さえられ、監視される身となったのよ。失敗した以上、後継ぎの入れ替えを画策してたなんて、反逆罪みたいなものだからな。一方江戸では、千野兵庫がようやく藩邸に迎え入れられたわ。そして3ヶ月後の11月15日には、嫡子となった諏訪軍次郎忠敬が初めて将軍に謁見し、12月11日には騒動の責任を取る形で忠厚が隠居して、当時13歳の忠敬が所領3万石を継ぐこととなったのよ。この隠居は松平憲貞からの勧めであったけど、藩主である忠厚が幕府の裁きを受ける事態になっていれば、
天保か、あるいは藩地召し上げは避けられなかったとして、松平則定を藩の恩人としてとても感謝したというわね。まあ、それはそうだろうな。お家騒動で改易や元宝なんてのは珍しくないんだぜ。その後、家老職に復帰した千野兵庫は諏訪大輔一派の取り調べを時間をかけて行い、天明3年、1783年に処罰を下したわ。大輔は切腹、七之図書は栄老、首謀者の渡辺助左衛門、近藤主馬、上田総村は打ち首、その他栄老、一塁預かり、俸禄召し上げ、元宝、筆則、叱り置きなど70名以上の者が処罰され、武士のみでなく、協力した百姓や町人にまで及んだのよ。これだけ処罰を受ける範囲が広かったら、そりゃあ取り調べが2年もかかったわけだ。ここまで範囲が広がったのは、諏訪大輔と癒着していた商人や百姓がいたこともあるけれど、かといって当時の社会状況を考えると、高官人気がある、単純ないわゆる政治と金、の話とも言えないわ。近代以降は諏訪大輔のやり方が田沼意次の政治と似ている面があるところから、千野兵庫は近現な保守派として松平定信に着せられたりしているけど、兵庫も倹約だけでなく商人らから1800両余の借金をして新田開発や産業の奨励を行っており、単に進歩派と保守派の対立としても片付けられるものではないわね。大輔が上席家老になる前、兵庫が政治を担当した明和元年から、問屋運上取集人という役職が置かれ、さらに大輔の執政下の安永年間に運上種目が増えていることなどから見ると、財政面で商業資本と結ぼうとしたことは両方とも大差ないのよ。互いの政治の方向性は、大きく対立してたわけではなかったんだな。二つの家老家の対立がなかったら、藩政の安定は続いていたんだろうぜ。さて、七代、忠敬の治世の初期には、二の丸騒動による失敗と、天明三、四年の凶作により悪化した藩財政再建の必要に迫られたわ。幕府では松平定信による官制の改革が行われた時期であるわね。この頃、藩政の実権を握ったのは二の丸騒動で勝利した千野兵庫定助であるけど、財政難の打開策として取った手法は、借銭、冥加金の取り立て、揚水石の開発による年貢増加、特徴手法による徴税の一本化、及びその他の産業に課する運上の増加などで、特に目新しいものはないわね。特徴って何なんだぜ？特徴っていうのは諏訪藩独特のもので、年貢の収納を行う納め番名主に記帳させた帳簿よ。複数ある税金をまとめて決裁して徴収を一本化したり、未申分の理由を調べて記載させたりというものであったわ。また藩校である徴税館の設立、坂本養泉の起用による八ヶ岳山麓の用水建設などは、大きく功績を挙げているわね。まず徴税館は、文部を奨励し私風を正すことを目的として、松平定信の昌平坂学問書に倣って共和3年、1803年、に二の丸騒動で取り潰しにあった諏訪図書邸跡に作られたわ。徴税という名前は儒学の、来期間18学期、の中にある、今日なる者は善を長じてその質を救う者なり、という文言から取ったものであるわね。教育する者は人の良いところを伸ばし、悪いところを直すものである、という意味だな。その教育内容は、儒学、史学、修礼、書武道などで、師範として儒学に石垣南閣、弓術と修礼に稲垣半蔵、砲術と柔術に坂本八也、剣術に林平内左衛門らが任じられたわ。入学者は8歳以上の中古障以上の藩士の指定で、特に15歳から19歳までの者は上詰めといって寄宿生活を行わせ、その他は通い稽古とされたようね。また学生の出席について日々厳重に調査され、月末には統計表を作って大目付け、御用人、御家老等に提出されたとも言うわ。文政10年、1827年、には松平定信から自筆の、徴税官、という学を与えられているわね。現代の大抵の学校より厳しいな。この徴税官は、明治維新後の廃藩置県の後東京の巣鴨に移され、当初は上京した諏訪出身者の宿舎に当てられ、後にはもっぱら諏訪出身の学生の寄宿舎となったのよ。現在調布市にある徴税官の前身であるわね。長野県出身者のための学生寮だな。また徴税官が建てられた頃、在野では関東進学の祖とされる中沢同時の皇帝である、諏訪出身の植松事件が帰郷して教えを広め、上社の門前町である神宮寺村の勘住社、松目神殿、富士見町、野地中社、阿波沢村、千野市、の校門社などの進学校舎も設けられたのよ。
神学っていうのは、庶民のための簡単で実践的な道徳教育のことだぜ。また読み書きそろばんを教える寺子屋も、早いものは寛文年間、1661年から1673年に作られているけど、諏訪郡各地にできるようになったのは、この寛政年間、1789年から1801年以降であるわね。その数は幕末には領内237箇所を数えるほどで、中には100人以上の寺子を抱えるものもあったわ。寺子屋を開いていたのは、藩士、浪人、神官、僧侶、商人、また、有徳の百姓、など様々であるけど、彼らは、ごつ様、と呼ばれていたようね。ごつ様？それじゃあもう一つの、坂本養泉の用水建設による八ヶ岳山麓の開拓について話していくわよ。養泉は田沢村の百姓で通称を一之丞といい、元文元年、1736年、の生まれよ。彼の家はもともと戦国時代は武田氏の家臣であったけど、武田家滅亡後、帰農した旧家であったわ。養泉は16歳で家を継ぎ、23歳で名主役を務め、28歳の時に上方や関東に出て各地の農業地帯の土地開発を見聞し、その後は江戸に住んでいたけど、病のために諏訪に帰郷したと言われているわね。それ以後、諏訪で開発を行おうと決意し、蓼科山方面から流れ出る豊富な水量を利用して、八ヶ岳西麓一帯の原野の開拓といった郡内各地の開発計画を藩に提出したわ。その内容は畑直し、つまり畑から田んぼへ転換できる土地があり、それからは8000石分の増収が見込めるとし、さらにそのための治水の方法などについてよ。これが最初に提出されたのは諏訪大輔頼康が政治を取っていた時期であったけど、その時は何の音沙汰もなかったわ。現実的ではない計画だと判断されたのか、あるいは財政改革中で余裕がなかったんだろうな。さらに2年後の安永6年、1777年には、細かな調書を添えて提出し、この時は実地見分が行われたけどそのままで終わり、さらに安永8年にも出願し、翌9年には八ヶ岳西麓の山浦地方の模型を作って柳口お役所で説明したい、と願い出て、軍部用の諸角外田優が実地見分するまでになったけど、翌天明元年に諏訪大輔が失脚して事業は挫折したのよ。運が悪かったな。その後、この養泉の計画が実現したのは、最初の出願から10年後の天明5年、1785年、であったわね。この年の2月に滝の湯石で海田35丁部、約35万平方メートル、の大規模な見分を行い、7月18日に普請始めとなり、昼夜兼行で工事が行われ、10月3日に落成したわ。また翌6年には一ノ瀬に海田100丁部、約1平方キロメートル、ができ、以後完成年間まで20数畳の新石が作られたのよ。この間に養泉は、藩士忠敬から石筋係を命じられて台頭を許されて手空き、足軽、格として6枚御用を与えられ、さらに享和元年、1801年、には小高城格として藩士に取り立てられ、16俵二人淵と抜き高、無念淵、15国を与えられているわね。武士に取り立てられたってことは、成果が認められたんだな。昔は武士の家柄だったと言っても、なかなかあることじゃないんだぜ。また、下筋西堀村の武井五平という人物は、かつて養泉が指摘した戸川の水を引いての電池造成に取り組み、藩の許可を得て完成4年、1792年から7年にかけて織田の関を開削し、東山田、東堀、西堀の各村に多くの電池を開く基盤を作っているわね。坂本養泉以外にも、用水事業を行う人がいたんだな。また用水建設による水田開発とともに、開発の対象となったのは諏訪湖畔の干拓があったわ。発端は忠敬に続く8代、忠通の治世の文政11年、1828年に大洪水があり、被害を受けた天竜川流域の14河村の代表者から、天竜川の鎌口、小尻にある浜中島撤去の嘆願書が出されたのよ。藩は出願に応じ、この工事を有賀村の伊藤五六郎に受け負わせたわ。五六郎は、一かけの土も切り流しはいたしませぬ、と誓って引き受け、古事記や不老人などを刺激して浜中島を崩し、その土砂を船で諏訪市側の有賀の岸に運搬し、島の撤去と水田造成とを同時に行って、人々を驚かせたというわね。工事は延べ1万5900人の労力と1年間の歳月を費やして天保元年、1830年の12月に完成したわ。この工事により、小尻の鎌口には弁天島一つを残すだけとなり、湖岸には6丁部ほどの水田が得られたのよ。
浜中島も弁天島も江戸時代初期の開発でできたものだけど、時間が経って土砂が堆積してたのもあるんだろうな。ただ道の規制、文政年間から天保年間にかけての時期は全国的に天災が続き、農村の荒廃した時期でもあったわ。諏訪では文政8年、1825年、と同11年、天保4年、1833年、6年、7年と連続して凶作となり、藩ではしばしば倹約令を発布して、飢饉に備えているわね。そして天保3年には、備考貯蓄のために三の丸の一角に、上映層が建てられたわ。これは朝鮮官の師範であり、藩主忠通の次公でもあった儒学者、勝田六国の建作によるものよ。ここには常に3000両ほどのもみが蓄えられて家中及び領民に貸し出され、飢饉の際の急場を救うのに役立てられたわ。このおかげで、天保9年と甲賀元年1844年の凶作の際には、その被害は他領に比べてはるかに低かったと言われているわね。藩主が藩政から離れていた時期と比べてかなりうまくいってるけど、もう江戸時代も終わりが近いんだよな。というところで、今回の話はここまでにするわ。次回もまた見てほしいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。